中国全国人民代表大会常務委員会は7日インターネット安全法を採択しました。これにより緊急事態の際にはネットを遮断するなど規制はさらに強化されることになります。中国で7日インターネット安全法が正式に採用され、来年6月1日から施行されます。すべてで7章79条を定める同法のうち、社会の安全を打ち破る重大な事件が起きた場合、 国務院の許可を得た後に、特定の地域に対してインターネット通信の利用を制限することができると定めた第58条が特に関心を集めています2009年に新疆ウイグル自治区ウルムチで衝突事件が発生した際政府は現地のインターネットを遮断したことがあります香港メディアタンデンバイは今回改めてネット安全法を制定したのはこれまで行った手段を合法化するためだと指摘しています インターネット安全法は、さらにネット業者に対し、電話・インターネットの実名登録制を取るよう求めるとともに、公安や国の情報機関に技術的な協力を行うよう求めています。これにより、国の情報機関は、いつでもユーザーの情報を取得することができます。また、同法第16条では、政府は安全で信頼できるインターネットサービスを広めなければならないとしています。 これについて外資は形を変えた貿易の壁だと憂慮しています。なぜならこの規定によりソースコードを提供しない企業や中国政府のユーザー監視に協力しない企業は安全ではなく信頼できないとみなされ市場から締め出される可能性があるからです。